の、はぁ、のはです。どうも。ということで、今日は、海について、講義しようと思います。まあね、あまり興味がないっていう方も、いらっしゃると思うんだけど、俺の好きなね、海のことなんで、よかったら、ああこいつ楽しそうに話してんなぐらいな感覚で見てってもらえると嬉しいかなと。というわけでね、早速海について話していこうかと思うんだけど、まあ俺あの海が結構好きで、海っていうか深海が好きで、まあね、上は宇宙があるじゃん、で下は深海があるじゃん。まあどっちもロマンがあるんだけど、俺はどっちかっていうとあの深海の方にロマンを感じてるタイプで、っていうのもね、まあいろいろ理由があるんだけど、それをこれから話していこうかなって思うわ。まあそうだね、まあまず大前提として、大前提っていうか、まあ海っていうのは地球のだいたい 70% ほどを占めてるんだけど、まあ、これは聞いたことある人もいるかな。30% が地上で、残りの 70% は海っていう感じでね占めてるんだけど、まあそうだね、いわゆる水深 200m 以下からがいわゆる深海って呼ばれる場所になってて、で沖縄とか行ってさ、スキューバダイビングとかする人時々いるじゃん。あれがスキューバダイビングのね、あの深さがだいたい 40m までが限界というか、 40m まで潜れるっていう感じで、でまあ普通のね、あの海とか行ってさ泳ぐ人は、まあだいたい 3m とか 4m とかね、まあ 5m とか潜れる人はすげえなみたいな感じでね言われたりするし、でまあこれ、ね、ちゃんとねメモってきたんだけどまあもともとね好きで結構調べたりするんだけど、改めてちゃんとした情報欲しいなってことで調べてきて、まあスキューバダイ、あの普通に潜る分には3メートルぐらいで、スキューバダイビング沖縄とか行ってスキューバダイビングするときは40メートルで、素潜りの世界記録が214メートルなんだって。だからつって一息で、何もスキューバの器具とかつけないで一息で、潜って帰ってくる距離の世界記録が214メートルらしいね。すごいよね、214メートルだよ、すごいわで潜水艦でだいたい水深500メートル、素潜りのね倍ちょっとぐらいまでが大体の潜水艦が潜る深さになってる。でその先はデメニギスっていう魚、みんな知ってるかな。まあね、調べてみるとね、あこいつかってなると思うんだけど、多分頭がね透明になってて目ん玉が光ってる魚なんだけど、まあ集まる動物の森とかでも釣れる魚なんだけどあいつがいるのはだいたい600メートル、まあそこら辺に行くともう水深も結構暗くなってて太陽の光が全然届かなくなってくるっていう深さになってくるんだけど、その600メートルの倍の深さ、だいたい1300メートルぐらい水深になると、なんかゴブリンシャークっていう口が突き出るのも多分調べてみると、あ見たことあるなっていう人いると思うんだけど、口がね獲物を取るときにバーって出るゴブリンシャークっていうのが1300メートル地点にいるっていうことになる。でまあその先にちょっとねだーって行って、ゴブリンシャークがあるのは深海1300メートル、でその先だーって行って深海3000メートルくらいになると、まあ深海魚も一気にね、なんか観測される限りでは気に深海魚も姿を見せなくなるっていう地点でね、だから相当深くなる、生き物が生きられないぐらいの深さになるっていうか、そういう地点になるんだけど、
あのでもマッコウクジラいるじゃん、あのこういうやつマッコウクジラ、まあ、聞いたことはあると思うんだけど、マッコウクジラはそのほとんど深海の生物もいなくなる地点である 3000m 地点まで潜ってこられるらしいね。なんか一気にね、肺の中の酸素とかを空っぽにしてね、あの圧を受けないようにして潜ってこられるようになるらしいんだよね。すごいね。そういうところでね、なんかあの海の生物ってロマンあるなと思って。で、マッコウクジラが潜ってこられる 3000m 地点で、またその先ちょっと行って水深 3800m 地点に行くと、あのね、かの有名なタイタニック号、これですね、タイタニック号が沈没してる地点になってるって。で、未だにね、あの引き上げられてなくて、なんか水中文化遺産というものに登録されてるらしいんだけど、まあね、その地点じゃないや、で 3800m じゃん、それが。でね、そっからまあちょっと2倍弱ぐらいまで潜って 6500m 水深まで行くと、まあなんか水圧がとんでもないことになって、ね、何十気圧か忘れちゃったけど、ね、この手のひらにアフリカゾウが7等分アフリカゾウ7等分乗るぐらいの圧が全身にかかるっていう。だから本当に生身で放り出されると即死ですね。まあ宇宙空間とそこは同じなんだよね、やっぱり。でも、あの日本の潜水艦で深海6500だったかなっていうね、あの最新技術を駆使した潜水艦はその水圧がかかる 6500m 地点まで潜ったことがあるらしいね。その地点まで潜れる潜水艦ってのが本当に世界に何台しかないらしいから、なんかすごいな、そういう技術持ってる日本もすごいなっていう。で、またその 6500m 地点からもうちょい行って8178m 地点、ちょっと刻むんだけど、そこが現在ね、現在今時点で観測されている一番深いところに生きている魚がいる地点なんだよね。 8178m、 マリアナスネイルフィッシュっていうらしいんだけど、意外とね、あの写真で見ると普通のなんか魚というか、あんまりグロい見た目もしてなくて、なんかその辺にいそうな感じの魚の姿をしてるんだよね。ちょっと可愛い感じの、今観測されてる中ではその子があの世界で一番深いところにいる魚っていう風に位置づけられてるらしい。で、その 8178m 地点からもうちょっと下っていって 1911m 水深が、今観測されてる中で、一番深い地点、もう一番本当に船底じゃない、推定一番深いところになるらしいね。もう本当に世界最大の山エベレストとかの高さよりももっと高いから、もう山、地上でいうとエベレスト登るよりもさらに高いところまで行くレベルの深さっていう感じだね。で、そこまでたどり着いた人はなんか3人しかいないらしくて、3人いるってだけでもすごいと思うんだけど、でそのうちの1人はあのジェームズ・キャメロンさん、あの映画監督のが、あの単身で潜水艦乗ってたどり着いたことがあるっていう記録を持ってるらしいですね。そうです、やっぱりね、なんか探求心がある人ってのはいいものを作り出せるんだなっていうのを改めて思った。まあその地点まで行くと、1911メートル地点まで行くと、大体もう飛行機、まあ空見上げるとさ、飛行機時々飛んでるじゃん、あの飛行機が飛んでる地点らしいね、地上で言うと。だからあの飛行機が飛んでる高さまで潜ってるみたいなもんだね、深さで。そう考えるとなんかすんげえ途方もない距離だなってめっちゃめちゃ思うね。わかりやすいね、やっぱ地上との対比があると。でも
こんだけいろいろ解明が進んでると思いきや、海の中のことってまだ全体の 5% しか解明されてないらしくて、残りの 95% は未だに謎に包まれてるっていうね。まあ、深海魚とかも姿は観測されてても、その生態自体は全然分かってなかったりすることもあって、そういうところがね、本当になんかこれからいろいろ分かってくるといいなって、もうめちゃめちゃ思ってるわけですよ私は。でね、深海にすごいロマンを感じている部分っていうのは、まあね、宇宙ね、上もめちゃめちゃロマンあって、人間がすごい研究重ねて宇宙船飛ばしたりしてるじゃんか。でまあそうだね、一番分かりやすいところで言うと月にさ、まあロケット飛ばして、人乗せてロケット飛ばしてさ、たどり着いたりするじゃんか。で月までの距離がだいたい38万キロだったかな、確か38万キロの距離がある月に、これまで人は12人たどり着いてるんだよね。まあすごいことだよ、すごいことなんだけど、さっき言ったんだけど、逆に水深の一番深い地点は1万911メートルなんだけど、そこには3人しかたどり着いてないんだよ。距離で言うと月の方が38万キロだから、だいたい1万キロ37倍6倍ぐらい遠い場所にあるのに、たどり着いた人数で言うと12人だから、深海の3人の4倍たどり着いてるんだよね。まあ、だからといって別に宇宙の探索が深海に比べて楽っていうわけでは絶対ないんだけど、でもそう考えると宇宙ってさ、地上と続いてないからさ、どうしても飛ばす乗り物に乗って、で長い時間かけてたどり着かなきゃいけない場所にあるじゃんか。だからまあ研究がなかなか進まないっていうのは理解できるんだよ。でも深海って下にあるんだよね。俺らの立ってる地上のすぐ下はもう海なんだよ。でそれを潜れば、ただただ潜れば深海だし、ただただ潜れば一番深い水深にたどり着くのに、まだ全体の 5% しか解明されてないっていう。まあね、水圧の問題とかさ、潜水艦の機能的な問題とかもいろいろあるし、あと光が届かないから、やっぱりそういう面でのあれもあると思うんだけど、でも俺らの下にある領域なのに全然解明が進んでないっていうことに対してめちゃめちゃロマンを感じてて、手が届きそうで全く届かないみたいな部分が、やっぱりなんか自然ってすげえなみたいな。深海ってやっぱりなんかね、一筋縄でいかない部分があるんだなって、今のね現代の人間の技術をもってしても全く進まないもんなんだなっていうね、ところにものすごく魅力を感じているということでね、今日はそれを、その熱い思いを伝えたくて調べてね、書いてちょっと話してみたんだけど、いや、よかったらね、みんなもこの動画で、まあ、最後まで見てくれてるか分かんないけど、深海に対して興味を持ってくれると嬉しいなって思うよ。いいよ深海。